皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム上実況のネコリンです。聖杯クラリスでやり直している最中なんですけれども、今回動画にしたいと思っているのが、皆さん戦闘中ほとんど倍速で遊んでいると思うんですけれども、キャラクター同士の掛け合い聞いたことありますか？実は倍速だと聞けないというところで、私遊んでいて、こんないい掛け合いあったんだっていうのがあったので、もしかしたら知らない人それなりにいるんじゃないかと思い、今回この動画を撮らせていただきました。ということで、早速キャラクター同士の掛け合い、どんなものがあるのか、どういう条件で聞けるのかっていうのを紹介していきたいと思います。それではどうぞ。幸せが見えていますよっていうことで、フリークエストで解説をしていこうと思います。チュートリアルでもしかしたら掛け合い聞いたことがあるという方もいらっしゃるかもしれませんが、実は倍速状態だとキャラクターを選んでも何も言いません。そしてデュアルした場合どうでしょうか。例えばクラリスとモルドレッド、まあ尊いんですけど、この2人をデュアルさせた場合、倍速状態だと何も言わないということがわかるかと思います。これね、私も最近ずっと倍速で遊んでて、普通のことだと思っていたんですが、そういえば久々に等速状態で遊ぶかなっていうふうに遊んだ時、何が起こったでしょうか。少し巻き戻して見てみましょう。それでは巻き戻しました。それでは今度はね、等速で行ってみたいと思います。ということで、クラリスが私頑張りますというふうに言ったのがわかりますでしょうか。じゃあこの状態でデュアルさせた場合どうなると思いますか。今日は私がモル君を先導します。モル君って呼ぶんじゃねえっていう感じで、モル君というクラリスがモル君と呼んでいるというのと、モル君って呼ぶんじゃねえっていうモルドレッドの言葉も出てくるかと思います。どうかすんなよクラレント。はい、今日もポカポカですねっていう感じで、このように等速状態だとなんとキャラクター同士の掛け合いが楽しめてしまうんですね。これさ、めちゃくちゃ尊くないですか。しかも関係のあるキャラクターで特にこの掛け合いを聞くとめちゃくちゃいいんですよ。ノワールとディナタンとかね、本当に数あるキャラクターの掛け合いを聞くだけでも、あ、めちゃくちゃ面白いじゃんっていう風になるかと思います。どうしても効率重視とか、ステージをさっさとクリアしてみたいよっていうと倍速を使いがちになってしまうんですが、ちょっと皆さん倍速一旦やめてみて、キャラクター同士の掛け合い、どんなものがあるかなっていうのをね、ぜひ一度聞いてみていただきたいと思います。例えばね、こちらディナタンここにいるんですが、ディナタンと一緒にノワールがデュアルしたらどうなるでしょうか。デュアルしてみようか。サポートを頼む、ディナタン。任せて、いつもやってることだもん。っていう感じで、ノワールに対してサポートはいつもやってることだもんっていうような掛け合いが聞けたりします。まあ、さすが兄と妹だよねっていう感じで、こういったね掛け合いが聞けます。関係ない、あんまり掛け合いのないキャラクターとかでも、実は、掛け合いはあるんですよ。例えば、リリアーナとラシアだと、よろしくお願いします。心強いです。っていう感じで、ちょっと他のキャラクター同士だと、もういつも気心知れてるよっていう感じなんですけど、あんまり関係性がないと、ちょっとよそよそしさというか、まあ、特にリリアーナ性格上なんですが、このようによそよそしい場面も聞くことができます。ね、こんな感じでね。じゃあその他の組み合わせも一応聞いてみようと思います。ちなみにデュアルを交代した場合も聞くことができます。それでは1ターン飛ばして、俺が行く前にひっくり返すなよ。いや、次行こうと思ったけど、掛け合いが良すぎて聞いてしまいました。
それではそれぞれ別のキャラクター同士でまた組み合わせてみたいと思います。一度ターンスキップします。立ち回りは決まったぜ。ということで次はターン2やってきました。気をつけろよディナタン。マルディサントとディナタンでやってみようと思います。ありがとう兄さん。ディナタン一人で大丈夫か。任せときな。じゃあやってみましょう。この二人はね、心モルガン奪還作戦でものすごいことがあったと思うんですが、遅れんなよディナ。頼りにしてるからねディアン。ちゃんとそれぞれの呼び方で信頼している者同士やってくれます。じゃあ今度モルドレッドとリリアーナとかクラリスとラシアとかだとどうなりますでしょうか。やってみよう。よろしくお願いします。心強いですっていう感じで、ラシアとかは心強いですっていうのは特に変わりがありません。関係性のあるキャラクターときのみ固有の掛け合いがあるということです。俺一人で十分じゃねえか。じゃあさっきクラリスとモルドレッドかなり良かったんですが、この二人だとおめえでいいか、私でいいんですかっていう感じで、もう本当におめえでいいや私でいいんですかというような感じでなったりします。その獲物を俺によこせよ。後ろに行きますね。なんか普通な感じですよね。私たちにお任せください。サポートなら任せてください。私だってやれますから。前をお願いしますね。なのでストーリーとかで皆さん関係性のあるキャラクターいっぱいいると思います。また掛け合い集とかちょっと作れたらいいなと思っているんですが、私は全キャラ持っていないので、まあ組めるキャラクターだけでもね、パート1みたいな感じで掛け合い数というのをちょっと作ってみたいなと思っています。まあ学園のキャラクターとかねできればと思っていますので、皆さんも推しキャラクター、そして推しと関係のあるキャラクターを今一度掛け合い聞いてみてください。倍速だけが楽しみ方じゃないよ。こういう楽しみ方もね、一つのアスタタ楽しみだと思っておりますので、ぜひこれをきっかけに皆さんが掛け合いの素晴らしさを聞いてくれたらなと思っています。ということで、クラリス大好きなネコリンはモルドレッドとの掛け合いを聞いてもう幸せだなと思ったので、このような動画撮らせていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。今後もね、アスタタ楽しんでいこうと思いますので、皆さんも一緒にアスタタを盛り上げていきましょう。それではありがとうございました。またね、バイバイ。おまけです。ノワールとギネビア、ガウェイン、そしてランスロットと組ました場合どうなるかを少しだけご紹介したいと思います。まずはギネビアと。ギネビア、これも誘拐になるのか。そうかもね。まさかの誘拐になるのかなということ。もちろんだギネビア。交代するとギネビア、君は後ろに。交代ね、ノワールという感じになります。下ろすときはまたなギネビア。なかなか楽しかったわよね。この二人の関係性もいいですよね。一番いいのは誘拐ってところだと思いますね。それでは続いてガウェインと組んだ場合。よろしくなガウェイン。おお、こっちこそよろしくな。俺たちの出番みたいだぜノワール。よしやるぞガウェイン。この二人の友情関係もいいよね。ガウェイン、ここは俺が。おお、後ろは任せろ。信頼し合ってるって感じがめちゃくちゃします。次も頼むガウェイン。おお、負けんなよノワール。いいね。それでは最後ノワールとランスロットで組みたいと思います。どうなるかな。手を貸してくれランスロット。ああ、突っ走るなよノワール。昔からの知り合いだけある。当然だろランスロット。いいな。俺にやらせてくれランスロット。いいだろう、託したぞノワール。託したぞって言ってくれる関係いいよねランスロット。次もよろしくな。ああ、またなノワール。ね、この二人は因縁の関係でもあり幼馴染でありということでね、めちゃくちゃ深いと思います。